ラーメン。ラーメンじゃん。じゃあ、はい、じゃあ、優勝者インタビュー行きたいと思います。滝沢さん、優勝おめでとうございます。はい、で、32本ということなんですが、まんべんなく、4回ともね、4ローテとも釣られてました。使ってたルアーないし釣り方など、お聞かせいただければ幸いですか。はい、最初のラウンドで、最初の2匹は、ティアロの中層巻きで釣りました。ティアロ、はい、でその後は、バルケインのサークルを、サークル、最後までそれしか使ってませんでした。ティアロとサークルのみで、はいはい、ティアロはだから32本のうち2本ティアロで30本はあのサークルで取らせてもらった。サークルで30本、はい、1つの式その30本は今はローテーションとかされる。いや、あの茶色一色で、あのジュネスさんで出してる、はいはい、あの折り柄があるんですけど、はい、あのそれで最後まで寝かかることもなく、はあ、はい、折り柄は、その1個で30本、はい、そうです。皆さんお聞きになりましたでしょうか。2本ティアロ、残りの30本は、サークルの、ジュネスのオリジナルカラー、はい、ジュネスのオリジナルカラーのブラウン、そうですね、ですね、はい、ということです。ちなみに釣り方としてはどんな感じで釣られてますか。もう全部あのボトムなんですけど、はい、最初バンピングで数匹釣って、はい、当たりがなくなったら出島鏡をやって、はい、当たりがなくなったらズル引きをやったという。じゃあボトムの中でもいろいろ、あ、そうですね、あの、はい、いろんな種類のボトムをやったと、はい、ボトム中心の組み立てでサークルでいろんなやり方で取っていたと、はい、いうことですね。あの4両手の中のほとんどそれでということですね。そうですね。でやっぱりあの当たりがやっぱり小さかったもんですから、はい、まあ、正直今日はあのちょっとあの道具で釣らせてもらった感じですね。はい、あの今度出すロットもちょっと宣伝をさせてもらいます。あ、なるほどね、ロットプロットで、はいはい、ちなみにあの、その商品名なんていうロットでしょうか。あのテイルウォークから発売、今月末に発売になるあのシルバーナタキスペっていうロットなんですけど、一応それであの、はい、ボトム用っていうのが出てますので、もし興味のある方はあのちょっとチェックしてみてください。ああ、ということで、しっかり的にやったようでございます。申し訳ない。タキスペということで、はい、はい、はい、いや本当すごい、テイルウォークの、はい、もう一度お願いします。テイルウォークの、はい、シルバーナタキスペ。シルバーナタキスペだそうです。はい、皆さんあのね、ご興味ありましたらぜひ、チェックしてみてくださいということで。はい、じゃあ滝沢さんおめでとうございます。初優勝ですね。はい、滝沢さんなんと。